ジャニーズタレントの SNS 人気による飲食店のトラブルとマナー違反について、新たなジャニーズタレントの SNS 人気により、飲食店が大きなトラブルに見舞われる事例が増えていることが明らかになりました。特に、元キングプリンスへの平野紫耀さんと神宮寺ゆ太たさんが率いる新会社、トベに合流したことを発表した後、 彼らのインスタグラムアカウントが開設され、フォロワーが爆発的に増えていることが話題です。7月10日に2人が一緒に出かけたことを報告し、その際のプライベートショットを投稿したことが多くのファンの注目を集めました。 しかし、投稿された食事の写真には、店内のインテリアがぼかされていたものの、熱烈なファンたちが店を特定し、ネット上で拡散される事態に発展しました。ジャニーズタレントが訪れる飲食店は話題になり、多くのファンが殺到することは珍しくありません。 例えば、スノーマンの目黒レンさんが出演したドラマ、サイレントに登場したカフェは、4時間待ちの大行列となりました。そのカフェではファンが、死のアクリルスタンドを置き、同じメニューを楽しむことで盛り上がるのですが、座れない場合に他の席から撮影を試みるなど、ファン同士のマナーに課題があります。 また、ジャニーズタレントが退場した後でも、以前に訪れたことが分かっている店舗は、再び人気となることがあります。例えば、インパクト大勢の佐藤真さんが訪れたカフェもその一例です。特に退場が近づいたタイミングで、ファンの要約が殺到し、他のお客様とのトラブルや要約ドタキャンが問題となっています。 長瀬恋さんのお好み焼き店もファンによるマナー違反が問題視されています。店内の写真撮影は OK とされていましたが、動画撮影は NG でした。しかし、一部のファンがこっそり動画を撮影し、SNS に投稿してしまったため、他のお客様から苦情が寄せられることもあったといいます。その結果、店主の体調にも影響が出てしまったようです。 こうした問題を解決するためにはファンの方々により良いマナーを持って対応してもらう必要があります。他のお客様との配慮や店舗の営業形態を尊重することでトラブルを回避することができます。一つの聖地として大切にされる店舗もファンの協力があって初めて続いていくことができるのです。ファンの一体感や 死に対する熱い思いは理解できますが、それが店舗に迷惑をかけたりし、死自身の負担になることは避けなければなりません。お互いの尊重と思いやりを持ちながら、ジャニーズタレントとファンが共に楽しむことができる環境を築くことが大切です。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。 心から感謝しています。ありがとうございました。